してる間にやりました、生中華6杯目、タルタルトマトも食べ尽くし、枝豆も食べ尽くし、明太豆腐の豆腐は食べ尽くし、6ピーチーズはラストワン。中は6杯も飲み干しました、それではね、7杯目ついでまいりまーす。生中7杯目ついてまいりましたね。えということで、正の字ピッと、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、ラッキーセーブあるよ、ラッキーセーブあるよ、もういいことあるんじゃないのみたいな、これ飲むとーみたいなね、いただきまーす。いやー、なんかよく寝ちゃったせいか、まあ昨日よく寝たってより昨日もなんか飲みすぎて店で寝ちゃって、まあ家帰ったら朝の6時なんですけど、まあそっから、普通だったらもう789ぐらいに、789はねえか、まあ78時に起きちゃうんですけど、まあ、今日は休みってことでね、もう気がついたら9時半でした。やばいっすよね。そっからうだ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 りんこーみたいなね、感じで過ごして、ちょっともう今ね12時回ってるんですよ、夜中の。もうやべえぞ、まあ、頼むぞみたいな、まあ、ということでタルタル明太どうよみたいな、明太箸抜けてタルタルつけて、うまかろうまかろうまかろり高いぞこれーみたいなね感じです。いただきます。何杯目？7杯目か。今日はね、そんなに酔ってないんですけど、まあそろそろこれ飲み終わって、飯食って帰ろうかなみたいなね、感じでございます。いただきます。明太キーム、最後最後最後。それが映んないのが相変わらず残念ですよ、明太子ね。うまからうまからうまからよ、うまからあるよね。え、ロックピーチーズに明太子からませなからませのいきます。どうですよ、これ最高だ。間違いなくビール進むだろこれ。いただきます。このビールがうまい時とか甘い時、なんか一口飲んでビールを、あ、なんかいつも案外苦めなんだけど、なんで今日こんな甘いのという時は進みますよね、マジで。ほんと底なしで飲んじゃいます。まあでもね、これが土曜の夜、まあ昨日ね飲んだんですけど、これ土曜の夜って言うんだけど、まあ日曜の夜中なんでもいい、すいません、飲んで待ってください、夜中なんでね、これじゃ飲んじゃうと、まあ明日仕事大丈夫みたいな、感じになってしまいますので、多分これでね終わりにしたいと思います。生中さーかいあかないや、初期払いも最終地点に入ってまいりました。生中はとりあえず7杯ね、もう今日はこれで終わりにしてきます。で最後の締めの一品に選ばれたのは自家製カレーね、カレーの作り方は別の動画にございますので、そちらの方をご覧ください。はい、それにこの明太子、まあ、チーズもあるかね、これをこの飯にぶっかけていただきたいと思います。はい、それではね、こちらカリーですね、カリーカリーのご飯の上に明太子、このチーズでこうお皿をこそげ切るような感じで、ね、明太子入りました。はい、それではね、これ締めの一品として、食べて帰りたいと思います。最後までお付き合い誠にありがとうございます。どんな感じ、どんな感じなの、見える、見えないよね、こんな感じよ。はい、こんな感じ、こんな感じ、もう明太チーズ、カーリーですね、もう最高、絶対うまいから。ねえ、すいません。夜中に見ちゃった人、すいません。
ほんとうまいから、ね、いただいてみたいと思います。さすがにこれちょっと辛いんで、両方辛いんでね、一味唐辛子は振りません。いただきます。うん、うまっ。うん、うまいな。はい、明太の乗っかった飯ですね。いただきます。うん、うん、最高最高。もうこの明太のほんとカレーの辛さですね。うん、ほんとうまいわ。いや、幸せいっぱい、胸いっぱい、うん、今日も美味しいもの食べてね、幸せになりましょうね。いただきます。うん、うん、あっ、あつからうま、あつからうま、あつからうまー、ほーっ、こんな感じね。うん、この最終短い動画になりてね。あ、すいません、どうでも待ってません。ちょっと生ちゃんもなくちゃいけない。いただきます。うん、うん、うん、やりました、ドラムしました、7杯目。もうね、この飯食って帰ります、今日は。うん、本当に最後までね、よっぱらやった誠にお付き合いいただき誠にありがとうございます。うん、それでは、まかないや処理払い、いくつ、忘れましたが、ね、皆さんちょっとおいしいもの食べてね、栄養つくもの食べて、この夏をね乗り切りましょうね。もうだって今8月でしょ、もう今日7月30日、どうなの分かんないけど、要するにもう8、9、たった2ヶ月じゃん、夏もね、もうこの2ヶ月だけしかない夏をもう楽しんじゃいましょう。本当にね、もう1秒楽しく、もうその積み重ねが24時間で何秒なの、ちょっともう分かんない、もう2万4000秒ぐらい、うん、2500秒、すみません、分かりませんね。なんちゃら2ヶ月この暑い日々をね楽しく乗り切って、もうそうすればもうホール秋ですよ。もう秋になればもう味覚の秋みたいな感じでね、また美味しい動画をあげられると思います。それでは失礼いたします。まかないや初期払いお送りいたしました。皆さんおやすみなさい。明日もいい日でありますように。またお会いいたしましょう。最高。